段違いじゃないですか、その上の3クラス。何回も言ったけど、数字が物語ってますね。なんかありますか、気になるクラブは。シルク。節約戦線公式チャンネルの時間です。はい、お相手は私小町と飼い主和也が、はい、和也です。言ってないからね。そんなお送りいたします。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、飼い主さん、はい、この動画は実はですね、はい、火曜日の続きになるんですよ。はい、はい、ずっとね、流して撮って30分ぐらい、うん、はい、もう長すぎて分割しちゃおうということでですね、はい、よくある話で、はいはい、うちの動画よくあるんですよね。あるね。投資をね、ちょっと、うん、頑張ろうっていう話をね、去年してて、はい、投資を頑張りたいんだけどなんでやらないのかっていう話とかですね。その辺の話ね。あと仮想通貨の運用とかね。そう、うん、であとは、2020年のクラブ別の、馬主ランキングをちょっと見ながらね、はいはい、どうせ投資やるならっていう話です。そう、どのクラブに投資するのがいいかみたいな話になってますんで。そう、うん、はい、そんな話をですね、はい、次回 のなんか予告みたいな話をしてますけど、今日の話です。はい、はい、っていうのをやっていきたいなというふうに思っています。はい、このチャンネルは、何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでも取り上げる雑食節約チャンネルです。今プレゼント企画をやっておりまして、はい、公式ツイッターがありますので、そちらをフォローしていただいて、シャープ節約大全2000というハッシュタグをつけて、何かしらのコメントまたは写真をつけてね、つぶやいていただくことで、素敵なクオカード2枚セットが当たるというプレゼントキャンペーンをやっていまして、それの当選発表が明日なんですよ。今日中だよね。そう、その期限がね、うん、で明日ライブをやりますので、ライブ配信ね、その時にその中で発表しますし、そこのライブ配信のその当選発表部分は切り取って別動画にもして、ちゃんとお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。はい、お願いします。お願いします。っていうところから、はい、用意スタート。で、あとはもう一個のね、投資系を頑張りたいっていう話も、はい、去年したじゃないですか。柱にしたいみたいな、ね、そう、はい、ではさ、今俺株より馬でやってたいっていうモチベーションがね大きくなって、その、はい、株の例えば情報収集とかさ、それやるんだったらなんか馬のデータをいろいろ見ていたいみたいな、そういう感じなんですよね。定期的に株主優待情報とかね、あ、優待のやつとかはね、うん、そうそう、だからああいう初心者向けのやつはまだいいんだけど、そのゴリゴリなんかこれからどの株がどうみたいなことをやるんだったら、いや、どのクラブが一番とかを見ていたいね。え、 BTC ビットコインが今爆上がりしてますけど、今さら仮想通貨買えないしなみたいな。仮想通貨怖くないですか。怖い、まあそうね、ボラティリティ、そう、ボラが大きすぎるから、まあ怖いっていうかね、確かに。その規制がないもんね、ストップだからストップ安の。特になんか今何、300万だか400万だか500万とか、なんかすごいって言ってたね、言ってるじゃないですか、うん、ただもうビットコインがさ、まあよく言われてますけど、最近ビットコインが例えばもう1000万になったところでみたいなのありますよね。嬉しいじゃないですか、1000万になったら。いやいや、ビットコインがだから1000万になったところで2倍じゃん、もう高々2倍なんですよ。ああ、そうか、今、うん、例えば500万円で、そう買ったとしても1000万になっても2倍だぞ。うん、だからそれを考えたら、もうそんなにうまみはもうないところにいるなっていう。ね、確かに確かに、うん、1万円の時からね、そういう何百倍になってるんだったらまだあれだけど、うん、ちょっと前まだまあ数十万だったんで、そこから持ってる人はもう10倍いってるからね、いいと思うよ。そうだね、うん、うん、そういう意味でちょっと投資系もなんかちょっとモチベーション上がらないなみたいなのもあってですね、2020年のクラブに絞ったその馬主ランキングっていうのをちょっと出してきたので、はい、これを見ながらさ、うん、一番モチベーションが上がる話をしようよ。1番、順位、主要どころをピックアップして、はい、ランキングになってます。チェック馬主なしっていうやつは、うん、それ以外、17クラブ以外の全部です。うん、だから、これはもう平均値として捉えられるじゃないですか。そうですね、その勝率なり、連帯率、うん、副勝率まで出てるんだけど、それが勝率 6.8%、はい、連帯率 13.6%、うん、副勝率 20.5%、はい。で、これを見たらさ、はい、シルクレーシング、キャロットファーム、サンデーレーシングの2、3、4位のところ。別格だね。別格でしょ、はい、いかにすごいかっていうのが分かるじゃないですか、勝率サンデーレーシング 12.5%、 シルクだから 14% だからね、まあキャロットも 13.8% だからほぼ 14% ですよ。倍超えてるってことね。これでもうさ、期待値が高いかみたいなのが分かるじゃないですか。分かります。考えたらやっぱりね、ノーザンなんですよ。そうですね、これを見たら明確ですね。そう、はい、で逆にこう岡田系っていうのは率が悪い。これでいうと8、9、10とかかな、ウィン、ノルマンディ、ラフィアン、ウィンだけちょっと平均よりも上ですかね。だからやっぱウィンがみんな調子いいですねって最近言ってる、そのウィンが 9.2% 勝率があってっていう話だけど、はい、まあ、ノルマンディ 6.1%、 ラフィアン 4.4% ね、勝率が、まあ、連帯率とか見ても上がってこないんだね、そこまで。ノルマンディで、まあ、平均よりちょっと下ぐらいみたいなイメージですね、うん、これは。なんだろうな、その、まあ、ノルマンディデアリングタクトでボーン当たりがあって、はい、今年も大人気、うん、去年のね、
はい、一時募集、二次募集含めて大人気だけど、うん、やっぱ俺自分が美味しい思いできてないんで、自分、まあ、全部外れだから、ノルマンディ、今のところ。全外れだから、それ考えるとね、あんまり惹かれないんだよね。何回も言ったけど、今日、数字が物語ってますね。そうそう。だからもうデータを出せば一目瞭然じゃないですか。こういうことだと思うんですよね。クラブで活躍とか出て、で、バッてカタログが送られてきて、はい、で、いいことが書いてあるから、これいけんじゃないのって、やっぱ期待すると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりこうデータで判断するのが、そうね、そうでしょ、そしたらもう段違いじゃないですか、その上の3クラブで5位のところの車大レースコース、うん、まあ、G1 レーシングで続いてますけど、はい、車大ちょっと落ちるとしても平均より全然上ですもんね。そうです。であとトーサラが 9.9%、はい、勝率で見て、うん、で、ロードが 9.1%、はい、で考えると流行ってるところは流行ってるところなのに理由がある、人気があるところは人気があるところなのに理由があるっていうのはもうそういうところで、うん、で、まあ、ここにね、いかにこう、玄人っぽくさ、馬が見れるから、みたいなのを出すのは全然いいんだけど、あとそういう人は羨ましいよ、それができて、当たりを、ね、引ける人っていうのは。でももう俺はもうそこはもう捨ててます。これを見てさ、データとにらめっこしてさ、例えばじゃあサンデーレーシングのじゃあ種目別成績とか見てさ、どこを狙うのがいいとかさ。ああ、そっちの方が面白い俺は。そうそうそう。で、この間ね、8DV インパクトのやつやったじゃないですか。はい。そういうのから行ったりさ、これ見せつけられたらもう、どうよ、シルクでいいや、グーの根も出ないだろっていう話でね。ただまあ、その個人的なね、そのもう何回も言うけど、うん、まあ、個人的なその好き嫌い当然あるから、はい、これを見た上で、いやでも俺はそれでもっていう人がね、うん、全然いる、いやたくさんいると思うし、まあどこにいても夢はありますもんね、はい、そのデアリングタクトが、ね、そう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 、ね、出たりとか、うん、こんだけ勝率低くてもすごい夢がある人が出るかもしれない、うん、そうですそうです。まあそういうところですよ。下の方でね、下位クラブ頭数が少なくて勝率 10% 超えてるところ、うん、大気ファーム、ヒローレース、あと DMM 馬主、あと福来たる、福来たる勝率すごい高いんだけど、はい、すごい高いよね福来たる、うん、だけど頭数少ないからさ、試行回数が少ないから、その確率的な収束がどうのみたいな風にやっぱ考えると効率が悪いんじゃないかなっていう風にちょっと思っちゃうんだよね。過去5年分ぐらい見ていきたいですね、うん、そうね、過去5年見ると傾向が変わっちゃうから、やっぱり去年のデータ、あー、一番近いところ、ね、そう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 なんやて、そうか、うん、だからいろんな情報を複合的に考えて、うん、まあ、近々が一番実数に近いっていうところを意識しながら見たらいいかなっていう感じです。はい、なんかありますか、気になるクラブは。シルクシルクね、勝ち数1位だよね。勝ち数1位で勝率も1位で、うん、勝率はね1位じゃないんです、福来たるがいいから。あ、そうかあ、まあ、ノーザン系のクラブだったら、うん、勝ち数が1位だけど賞金がやっぱサンデーレーシングなんですよね。あの、ここには乗ってないんだけど。ああ、そうなんですね。うん、サンデーの馬の方がやっぱ大きいところで勝てるみたいなイメージになって、去年はまあそうだったね。庶民はこの上の2つ問題が難しいキャロット、まあシルクもキャロットも今年はますますちょっと厳しい戦いになるかもしれないですけど、まあ、やっぱそこを広い視野で見てさ、キャロットとシルク買えなかったら投資信託でいいんじゃないそこで入れようと思ってお金を投資信託とか、インデックス投資とかに入れといてまた来年みたいな形にした方がいいんじゃないかなと思います。例えば30万円って来年33万円で帰ってきたら、そうそうそう、 10% も戻ってきたらまあすごいいい、いいあれだけど、賢い、いいかもそれ。いやだからそういう意味でちょっと広い視野で見て、買えなかったらもうしょうがないからそのお金は寝かすみたいなね、うん、そう、まあ、だからこういうちょっとね、今俺こういう データ分析ちょっとハマって、ハマりが気味で楽しいですよね、数字見て話すのって、はい、分析するのって。そうだからまあちょっと今年はね、こういうデータ多めでやっていきたいなというふうに思っているところでございます。はい、はい、今日はこんな感じですけど、どうですか、もういいですか、もうどうですかってさっき聞いたしな、シルクが気になるっていう、まあ、それ以上絞っても出てもねえな、もう、うん、絞りかす絞りかす絞りかすミスター絞りかす、うん、シルクがいいな。まあ、だから、他のね、うん、広口系じゃないところでじゃあ金子誠さんがどうだとか、名将の山本松本さんがどうだとか、まあそういうところとも比較しながらねやっていくのもまた面白いかなっていうふうにも思うし、うん、有名馬主さんのところと比べる、そうそうそう、はい、はい、そんな話でした。はい、まあ、ノーザン万歳ですね。ありがとうございます、はい、今日の話がちょっとでも面白かったら、ぜひグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイビー、コマちゃんでした。よろしくお願いします。言ってたよね、そこまでひどくないよね、いつも思うけどさ、モノマネってのはそういうもんじゃん、その
特徴をいかにこう、ね、強調するかっていう。